あのツイッターのリツイートしました。ありがとうございます。はい、今からもう通知が行くので、ちょっと引用していただけると嬉しいです。ちょっと待ってくださいね。はい、50がすごい。はい。うん、多分今通知が行ったと思うので、引用。リツイートをお願いします。こんばんは、聞こえてるかな、うん、入ってるか、入ってるか、あ、今日さんだ、来ない、あれ行かない、あ、あれです、なんだっけ、タコルナのツイッターの方に行っていただくと、あ、そうか、あ、ごめんなさい、そこでした、ちょっと映像音声問題なし、ありがとうございます。ただいま、岩佐さんに引用リツイートお願いしておりますので、少々お待ちください。あれ？あ、これだ。いました。すいません。うん、ありがとうございます。今から。口内が痛い。口内が痛いよ。人間の口内がまた。下唇の内側にできちゃった。本当に。多分できた気がする。ありがとう。できましたかね。どうなんだろう。あ、愛知のおっちゃんさんが、ヘヨちゃんヤッホーって来てます、ね。これできてますか、ね。なんかスイキャスのあれをなんか。いけてる、いけてるか。てんちゃん見て、てんちゃん見ます。これ。あ、じゃあいけてるかもしれない。大丈夫かもしれないです。なんかね、サイトが変わってくれないんですよ。あ、じゃあ大丈夫か。はい。いけてる。じゃあ、いけてるかな。大丈夫そうかな。あ、うん、多分あ、いけてる。ありがとうございます。はい。あ、こんばんは。大丈夫。多分 URL を使ってくださったみたいな。あ、そう。ありがとうございます。そっち。ありがとうございます。愛知のおっちゃんさん、洗い物しながら見ました。ありがとうございます。青葉さんもいらっしゃいました。はい。こんばんは。こんばんは。お、来た来た。OK です。ありがとうございます。うん。ではでは。はい。あ、皆さんいらっしゃった。ありがとうございます。岩沢さんの中間ツイキャスです。はい。ありがとうございます。では、火曜日で。はい。ありがとうございます。はい、改めてですけど、はい、多分皆さんご存知だと思うんですが、うん、改めて軽くでいいので自己紹介をお願いします。はい。はい、岩沢かよです。9月17日まで、このクラウドファンディング、ラポルのファンディングさんでやらせていただくことになってます。今日はその中間ということでツイキャスしてます。お願いします。ちょっと折り返しですね。はい、あと10日になりました。ね、うん、よろしくお願いします。お願いします。ちょっとスタッフ、ちょっとだけ画角変えていいですか？お、画角チェンジが入りました。なんかちょっと寄っちゃった。ごめんなさい。はい。大丈夫です。少々お待ちください。うん。そうですね。いろいろ、あれから初めてのツイキャスをしてから経ちまして。あ、この間が初めてだったんですか？あ、ツイキャス自体あんまりしてなくて。あ、そうだ、なんか皆さんあれですよね。はい、お久しぶりですみたいな。それで、本当に久しぶりで、なんか自宅でする気はなんかなくて、後半までにはちょっと1回ぐらいはやりたいんですけど、はい、今、岩沢さんのファンディングのページをコメント欄に貼りましたので、ありがとうございます。皆さんぜひぜひここから飛んでみてください。はい、それでです。あ、はい、お洋服、お花が素敵ですね。ありがとうございますではでは、はい、現在までにご支援いただいている方のリストが、すみません、はい、こちらになるので、名前を、はい、はい、見てくださってると嬉しい。名前を呼ぶって書いてましたよね。はい、名前をちょっと呼んで、はい、そのリターンの内容と名前を呼んでいただけたら、はい、じゃあいらっしゃることを願って、はい、いらっしゃることを願ってあ、椿のうさん、あ、この前お会いしたんですよね、女優さんで。
そうなんですね。ありがとうございます。嬉しい。まさかの見てくださってる。いらっしゃってくださった。ありがとうございます。じゃあ読み上げます。Zoom2 は、まささん。あ、しかも2枠。20分分。わー、ありがとうございます。びっくり。オリジナルキーホルダーが、ミーシャ、エリー、ロシア好きさん。はい、ありがとうございます。難しいお名前だと。お外でポートレート1時間、K.A. 河野葉さん。ありがとうございます。ありがとうございます。生チェキ、直筆サイン&宛名付きかっちゃんさん。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。です。そうなんです。で、ね、いろいろ決まったものが今ここにあるんですけど。はいはいはい、はい。皆さん、ランニングページを見ていただけると、はい、わかるとは思うのですが、オリジナルグッズが今回ありましてですね、キーホルダーですね。ルームタイプのキーホルダー。はい、これ前回も、ちょっとお話しして、ちょっと、運営の、サポルノの印刷機がちょっと、ちょっと見えるか不安ですが。あ、いいんですか、これ。はい。発表します、じゃあ。見えるかな？お願い。私が好きな色と、名前を、名前を。微妙だ。うっすら枠があるんですよ。はい。アイラブカヨ41さんにしました。はい。なんか、ラポルノの、ツイッターへのリプライで数字が決まってるんですかみたいな質問が。数字？あ、そうなんですか。413でございます。はい。私の誕生日にしました。こんな感じの仕上がり、はい、イメージとなっております。はい、一応岩沢の愛とアイラブをかけてます。はい。いいですよね。はい。です。これ後でツイッターにあげるので、詳しく見てください。ありがとうございます。ちょっとすごく見づらい。ごめんなさい。いや、かわいいですよね。よかった、シンプル。あ、で、クリアな透明にしました、この本体が。大きさってでも、このペンぐらいですか？そんなにチャッチくはないです。ああ。で、チェーキーチェーンを緑色に変えれるので。はい。緑にしました。はい。ぜひ、これ、お願いします。はい、推しです。よかった。発表できて。そして、はい、そしてオリジナルグッズがまだありまして、T シャツですね。そうですね。長澤さんがデザインをしてくださいました。めちゃくちゃ描きました、ちゃんと。すごく、なんか届いた時びっくりしました。うん、本当ですか？イラストレーターの方かなって。いや。はい。見えるかな？これもちょっとぼんやり。じゃん。あ、いけてる？こっち。いけてる！いけてるね。見えてます。これです。素敵！かわいい！かわいい！めちゃめちゃ絵が上手。セカンドアニバーサリー。もうちょっと詳しく見せたいんですけど。すごい頑張ってくださってこれ。これです。あ、かっちょいい。ありがとうございます。いや、すごいです。本当になんか。ちょっと後でこれも、ツイッターに。載せるので詳しいやつ。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。すいません。で、色違いがグレーもあるんですけど。これは本当に見えないかもしれない。グレーが。グレーと白。白。グレーちょっと、どうなんだろう。すごく見づらい。グレーに行く文字ですよね。はい。で、印刷機がザコ。で、なんか裏に写真を載っけようかな、みたいな感じで今考えて。ます。はい。グレーありがたい。あ、グレーって人気なんですかね。そうなんだ。デザインがそうです。すごい細かい。ああ、そうですね。ぎっしりなんかイラストを描いてくださって。一応なんかお祝いをイメージして全部絵を描きました。すごいね。どれぐらいかかりましたこれ描く。いや、事務所に用があってその時に描いたんですけど、2時間ちょいぐらいで。かけましたね。はい。すごい。あとでじっくり見てください。内容は。はい、すいません。はい。ちなみに、裏の写真、どんなのを考えてるとかありますか？あ、自撮りのか、なんかもう、また新たに撮ってもらおうか、今ちょっと考えてるんですけど。あ、それもちょっと決まり次第、お知らせできたら、はい、いいですね、はい。お願いします。これもいいんですか？はい。ファンディングまだ。あ、でも、そっか。一旦、ここまでか、にしとこうかな。オリジナルグッズ公開してるのは、
はい、ここまで、うんうんうん、それでですね、はい、岩沢さんが新しいリターンを考えてくださいまして、はい、追加一つまだ値段は要求がなんですけど、オリジナルポーチですよね、うん、はい、ポーチのデザインを考えました。考えてくださって、はい、なんと今日は見せてくださるこれです。かわいいラブ、うますぎる。これです。わかります、これこれを書きました。すごい、私は絶対に書けない、はい、なんかポーチ私も欲しかったのでなんかいいかな。なるほど結構シンプルめなものが私は好きなので、なんかシンプルなやつにしてみました。はい、今日のツイキャス終わり次第追加するので、うん、皆さん、はい、デザインを見えるはず、見てみ、これは多分見えますよね。そうですね、見えるはずでもちょっと私的にこの絵の嫌なとこが一個ありまして、こっちのハートの山とこっちのハートの山のちょっと大きさがちょっと微妙に違うのがちょっと嫌だなと思って。わかります？なんかあるんです。皆さんわかりますか？なんていうんですかね。下に頂点が下がってるというか。わかる、わかった。なんか言われて初めてやっとそうなのかなみたいななんかそう、そんなぐらいなんですけど、でもまあいいかなみたいな。デザイン含め、はい、この後公開させていただきまーす、はい、お願いします。お楽しみに。お願いします。はい、で今日は粘土で遊ぶって聞いて。そうなんですよ、あの岩沢さんのハンディングで、陶芸、うん、一緒に陶芸をしようっていうリターンがありまして、それをぜひとも、うん、本当に楽しそうだなっていうことで、プレ陶芸で食品サンプルとしてもいいですけどね、頑張れば無理がある。いや、どっちかっていうと食品サンプルの方が違う。あ、陶芸だと思った。いや、陶芸って私が言っちゃいます、昨日。陶芸やりませんかって。すごい軽い。なので、そのなんか陶芸だったり、食品サンプルだったりで、うん、何かこんな感じだよっていうイメージが湧けばいいなっていうので、紙粘土を用意してみました。初めて触るかもしれない。大人になって。開けていいですか？そんなに使わないかも。まだとりあえず黄色と白でちょっと包装は練りましたさっき。おお、早い早いこれは言ってもいい？お題は言ってもいい？ああ、はい、何かは言いませんけど、まだ何かは言わないですけど、今回、岩沢さんに作っていただくお題が、うん、今一番食べたいもの。あ、すごい。匂いしますか？なんかちょっとします爪切ってくればよかったな。爪に入っちゃうとか、うん、はい、食べたいものを作る。今一番食べたいものというお題で。すごい痛い。あ、すごい。なんか下げ方がちょっとなんか、うわー、楽しい。美味しそうに見えてくる、すでに。はい、作ります。じゃあ、あー軽い、すごい軽いです。この子、皆さん何を作ってるかね、うん、考えてみてください。黄色と白をまず使って作ろうかなと思うんですけど、最後誰か当ててくれたらいいな。いけるかな。まあでもテロップ出すと見えないのか一番食べたいもの作成。あ、ちょっと引きます。私でかいかな。あ、かっちゃんさんだ。こんばんは。かっちゃんさんは、なんだっけ。なんか欲しいにしてくださったんですか。チェキかな。あ、チェキだ。そう。チェキありがとうございます。そして今作ってます。マリトッツォってなんだ。なんか最近のあの。ああ、生クリーム挟んだパンですね。知らない。マリトッツォって名前なんですか。あれね。私あいつのことマトリッツォだと思ってました。ああ。今まで。マトリックスみたいな。マトリックスだっけ。マトリックス。デジタルと効果が起きた。型とかがあればうまく作れそうなんですけど。すごい。楽しそう。卵のお寿司かな。
さあ、どうでしょうね。最後まで。まだこんな感じ。秘密です。今のところまだわからない。ちょっとこちら、運営も答えを知らないので、一緒に考えたいと思います。そうですね。これはちょっと。サバ寿司。サバ寿司。そして手持ちの、この。串で串を使います。和菓子職人職人みたいになっている。ここがちょっと重要かなって思うんですけど。なんか、串でトントンします。す職人がおるね。すごい、昨日気軽に紙粘でやりませんかって提案した時の感じじゃない。もう。そんなに、丁寧にやってくださって。なんかこれもできたら誰かにあげたいなと思って、ちょっとちゃんと作りました。ちょっとこの形でわかるんじゃないですかね、そろそろ。ああ、私は分かったかもしれない。自分的には全然納得いかない出来なんですけど、でも、ぽくはなってるのかなみたいな。私、超言いたい。あ、分かったかも女子は分かるかもしれないね、もしかしたら。多分。これ外れてたら恥ずかしいな。これ嫌だな、こんなんじゃないんですけど、ね。分かりますかね。はい。みんなコメントで考えてくれてますね。はい。これ、両方の1個分です。なんていうんですかね。ついになる。わかった。ヒントが出ました。今ヒントが出ました。これとこれと白合わせて作るものの食べたいものです、ね。私わかったよ。パティシエさんなんですか？そうです。あ、本当のパティシエさんだったんですか？やってましたね。キャラメルが本当に美味しかった。一生言ってないか。シベリア。シベリア渋いですね。月見バーガー。あ、月見バーガーもね。月見バーガー始まった？明日って言ってましたね。絶対食べよ。どうだろう。これやりたいな、普通に。楽しい。こういうの集中しちゃうんですよ。何が食べたいんですか？私ですか？はい。今一番私、月見バーガー。月見バーガーてんちゃんは何一番今食べたいんですか？雑炊。ああ。体調が悪い。お腹に優しいタイプの。お腹が今弱っているから、てんちゃんは。あら、大丈夫ですか？大丈夫です。原因が分かりきっているので。あ、それなら、いいんですけど。雑炊食べたいな。カニ雑炊が食べたい。あ、カニ雑炊。なんか最近寒くなってきたので。確かに、鍋とか食べたいですよね。わー、鍋。全然、紙粘土で作れる感じがしない。帽子みたいな。鍋。何鍋が好きですか、岩佐さん。あー、最近鮭入れる気がします。なんか、家でやるとき。しかり鍋。かな、はい。なんか鮭入れます。名前がちゃんとあるの。うん、ありますよね。の豆乳ですね、私は。なんか、おしゃれやな。わー、すごい、すごい。みんな、でかい。もうわかるんじゃないですか？見えるかな？ーだーでかいし、ちょっと全然納得いかないですけど。簡易なので。あ、もしや、正解じゃないですか？マカロン作ってます。マカロン。正解が出た。ありがとうございます。大正解。コマワさんは、ポートレート、ありがとうございます。はい。ありがとうございます。ポートレートいいですよね。なんか写真撮り放題ってやっぱりなんかこう気持ち的にも。わかる。やっぱり代々木公園が欲しいですよね。オレオの中の白みたいな。いえいえ、あと、あ、コノハさんが T シャツお願いしようかと思って、ありがとうございます。ありがとうございます。T シャツめちゃめちゃ素敵なデザインを描いてくださった。なんかちょっと、やもったいですけど、マカロン行きました。いや、でもマカロンだ。すごい。レモンとマカロンだ。何これって感じですけど。やっぱ黄色はレモンかな。なんか、ちょっともうちょっと平たくしたい。ちょっと紙粘土渡せば、作ってもらえるんだみたいな気持ちになりませんよ。じゃあ私もなんか、これで何か作ってください。うん、ちょっとできたかな？すごーい！マカロン。かわいい！できたのここ置いておきます。はい、マカロン。
と、お、あ、黄色と白でもまだ構成が、あと赤を使います。おあ、嘘、茶色も使います。ちょっと目玉焼きしか見えてない。ちょっとしか使わない。なんか用紙みたいな細いの、用紙とかありますか？用紙を2本くらい入れとか。お、すごい楽しいですこれ。いいな。絶対この後上で遊んじゃう気がする。私も遊びます。やっぱ軽いですね。いや、めちゃくちゃ軽いです。あ、やった。あ、ええー、思ってないですか？数倍軽い。そうなんですよ。そうなんですよ。コロコロコロってなるんだ。すごい。軽いですね。ありがとうございます。わ、ふわふわ。なんか本当にお子さんが遊べるぐらいな、本当に。そうですね。これガチ陶芸だったらもっと楽しいんじゃないでしょうか。もうこの形でわかるんじゃないですかね。この形で。やばい、全然わからない。まさかのあれを作ります。ひびがある。色もあんまり似てないかもしれないですけど、ありがとうございます。用事がもう味噌ですね。味噌ポイントというか、全然わかんない。もしかしたらここでわかるかもしれないという噂が。この形で多分わかると思います。え、私は全然ひらめけない。形でチンスコーじゃない。え、違うんですか？わかった。え、なんで？全然わかんない。わかった。なんだろう。みんなに勝っちゃうから言うのやめよう。そうですね、ちょっとこれは言わないでいただきたい。なんかすごい今マウントだった。気になる。で、ちょこっと。これで違ったらやばいんですが、どうしたらいいか。一回ちょっと耳打ちしてみて。今ちょっと耳。あ、クッキーじゃないですね。違う。絶対違うじゃない。嘘ですよ。最初の文字何でした？あです。あー、はい。何の反応でしょう、今の。それ違うじゃない。違った。え？いや、あ、でも、え？あるな。うわ。もしやの、あかもしれないですね。あ。え？あ、あじゃないんですかね、あれ。どうなんだろう。あれ、なんか今、いろんなズレが起きるかもしれない。私、あ、やだ。あ、岩永さんがいらっしゃいました。こんにちは。岩永さん、似てるな、名前が。確かに。岩沢って呼ばれたのかと思った。そうなのか。えんちゃん、正解になるか。え、ちょっと違う気がしてきました。え、合ってる？あ、でも合ってる。合ってそう。合ってる。いや、でももしかしたら違うかもしれない。私もう一個答えが思い浮かんで。え、いや、でもあ、違う。いや、え、合ってるでしょ。え、どういうことですか？可能性はある。黄色を取ったら多分そうでしょ。皆さん今食品サンプルで作ってるので。皆さん、そうです、岩沢さんが今一番食べたいものをですね、作っていただいている途中でございます。まずさ、ちょっと使い汚れちゃった。でんちゃんが今正解するかどうか。あー、合ってるんじゃない？いや、合ってそう。うわー、めっちゃ楽しそう。やりたい。これを、あ、すごい。アイデアマンだ。ちょっと、遅い。握り方が2種類ない。え、そうなんですか？ああ、あるかもしれないですね。私知らない。1個しか知らないですけど。いや、ちょっと余計なこと言ってみよう。ミニフランクフルト。どうでしょうね。今日さ、サービスエリアとかで売ってる。ああ、私が思ってるのであってれば、うん、売ってるかもしれない。アメリカンドッグ。正解を言いますね、じゃあ。お。アメリカンドッグです。アメリカンドッグとフランクフルトの違いがわかんなくて。あ、なんですかね。まあ、でも、これ、それを作りたかったんで合ってます。アメリカンドッグ。
ホットドッグではないな。違う。パンで。アメリカンドッグは、周りに衣ついてて、フランクフルトはみんなズボッと揚げる。そういうことか。エッチなおじさん、大当たりでございます。やったー！おめでとうございます。エッチなおじさん。エッチなおじさん。いい名前。エッチなおじさん。で本体は高橋さんなんですかね。エッチのおまじと高橋。本当は高橋さんだった。エッチなおじさん。高橋さん。ちょっとあの、決まっ、もう答え分かっちゃったんですけど、赤もやらせてください。わぁ、見たい見たい。え、すごい！うサービスエリアのコンティニューコイン来ました。すごい、サービスエリアのコンティニューコインみたいな。すごい、かわいい。ほんとミニミニ、かわいい。そうですね。食品サンプルやりたいですね。やりたい。なんか、こんなぐらい器用な人と一緒にいたら絶対楽しい。え、もっとなんか、道具とか用意されてる感じなんですかね。どうなんですかね。あんな、ね、だってリアルっぽいものを作らせてくれるから。てか、あの、キャベツ、レタス、白菜の作り方で、こうやって伸ばす。はいはい、楽しそう！一個の大きい塊を、はい、なんか特殊なお水の中に入れて、こうやって伸ばして、こうやってやると、はい、キャベツだかレタスだかになるっていうのを、なんか動画で見たことがある。絶対楽しいもん、食品サンプル作り。わかりました。カッパ干しも楽しいですもんね。カッパ干しって何？食品サンプルとかよくやってるところは。あ、カッパ干しって言うんですか？カッパ干しっていう。なんか食器とかいっぱい売ってる。あ、包丁が売ってる。あ、そうです、そうです。何でも売ってると思います。うん、チーズハット。チーズハットか。違う。あれ作るの絶対難しい。おぼこ。出来上がったサンプル武器になります、ね。あっとくなら。鬼の金棒みたいなイメージ。殴れる。なんか今日野蛮な話しか考えてない。じゃあ、肩とかだよ。肩叩きついてるな。鬼の金棒肩叩きすな。もうできます。もうできますので、すいません。かわいい。いや、めっちゃかわいくないですか？かわいい。これは発想。そのアイディア性がすごすぎる。すごい。紙粘土4つだけ渡したらこんな素敵なのを作ってくれるんだなみたいな感動が。すごい。できた。わあ、すごーい。できました。ケチャップできて、なんかマックのあれみたいになっちゃった文字が M で。違うんですけどね。これで、じゃん。かわいい。こ、ん？こっち向きか。あ、できました。はい。かわいい！アメリカンドッグ。アメリカンドッグと、もう一個。お、お、お。まだ時間あります？全然ありますよ。今日は1時間予定ですので、皆さんコンティニューコイン投げてください。はい、オレンジを作りたいので、黄色と赤を混ぜる。あ、すごい！横に書いてある。そうなんですよ。え、知ってたの？買いに行った。何かと何かを混ぜたら何色になるみたいなのが書いてある。本当になるのかな？いいですね。確かに。黄色が多かったのかな？見たい見たい。え、あ、だんだんなりそう、なりそう。逆にマブルも可愛い。ああ！ありました！オレンジ！すごい！黄色とオレンジ。楽しい！あ、キョウさん、コンティニューコインありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと赤かな。え、何になるんだろう。これは、これめっちゃ楽しいな。オレンジと白を使います。オレンジと白？え？あ、わかった。え、なんでオレンジと白だけでわかるの？いや、わかったって言っているだけで合ってるかわかる。なんだそれ？オレンジ、うん、ですね。あー、ごめんなさい。コンティニューコインをあと1コイン誰かください。こじきさせてください。お願いします。粘土の続きが見たいんだ。そして白。アイスのおっちゃんさん、洗い物終わったのでゆっくり見れると。ぜひゆっくり見てください。今、岩沢さんが食べたいものを制作中でございます。はい、あ、優しい。ああ、アイスのおっちゃんさん、ありがとうございます。コンティニューコイン。ありがとうございます。粘土続きが見れる。私もできる。お茶も。今日さん、お茶もくれた。ありがとうございます。これも口使おうかな。小じきも板についてきた。あ、おばさん、コンティニューコイン。優しいですよね、ちゃんとコインくれて。本当に優しい。
嬉しい限りでございます。あ、お茶まで来た。お茶まいっぱい来た。ありがとうございます。あ、お茶ありがとうございます。ここ、あ、一瞬です。んお名前なんだったんだろう。エスコフィエ様。はい、白。あんなに綺麗なオレンジになるの。うん、すごい。オレンジちゃんと混ざるんですか。混ざるんですね。すごい。なんか、子供の時に遊んだ粘土。比率が、あれだって、子供の頃比率なんてわかんないもん。うん。そしてまた櫛の登場です。あ、すごい。あ、わかったこれはわかりやすいかも。もう、見た目でわかっちゃうかも。バンザイしちゃった。嬉しくて。皆さん、これはわかるんじゃないでしょうか。いや、めちゃくちゃっぽくないですか。いや、それ、いいな。櫛、最高アイテム。もうちょっと待ってください。もうちょっと。もうちょっとで。逆になんかリクエストの作ってほしい。ああ、うん、なんか皆さん、この4色で、4色でもないのか、混ぜればなんかいけそうか。もう何色かいけそうですね。岩沢さんに作ってほしいものがあればコメントくれたら、もしかしたら作ってくれるかもしれないできるやつできたら、そうですね、作りたい。こんぐらいかな。作るとなんか集中して無口になっちゃう。ダメなの、まあ、そう、真剣な岩沢さんをみんなたくさん見てお腹空いてきちゃうな。ご飯まだですか。ご飯まだですね。今日なんかお昼の気づいたら食べ損ねてた。食べ損ねた。そうだったんですか。ちょっとお腹がグーグーなっている。うまそう。できました。はい、サーモンですよね。かわいい。お寿司だ。お寿司。お寿司。あ、すごい。ぽい、ぽいかな。いや、だいぶぽい。え、櫛すごすぎませんか。すごい。皆さん、すごい。かわいい。かわいい。マグロ、マグロはちょっと惜しいですね。マグロは。マグロだったらその赤のままでいけそうですよね。うん、マグロもじゃあ作ってみようかな。さきちゃんがいらっしゃってくださいました。こんばんは。ありがとうございます。こんばんは。同じサイズ感で、今、食品サンプル兼陶芸のプレ体験ということで。岩沢さんが食べたいものを作ってくださってるのと、もしリクエストがあれば、作れるものだったら、作ってみようのコーナーでございます。コーナー。きょうさんがお寿司をくれました。あ、ありがとうございます。お寿司作ったから。あと何ができるだろう。これ楽しいな。食品サンプルも多分こうやって作るんです。絶対食品サンプル面白いですよね。でも多分もっと本格的ですよね。絶対器具とか、どうなの、材料とか。そう。だって多分紙粘土では作らないのかな。どうなの、紙粘土でも作るのかな。え、なんかもっと樹脂みたいなイメージがある。私もそのイメージがある。こちらの、この特殊なインクで、みたいな。シャリのクオリティがすごい高いんですよ。串が大活躍してて。ちょっともう、もうちょっとでシャリ完成するんで。あ、青葉さんが。かよさんの好きなバナナ。ああ、バナナ。バナナいけそうですね。うん。シャリ。あ、もしかして。グログロかな。すごい。なんか、食品サンプルの、あの、元祖のかっぱ橋のやつに調べたら、10月1日からは、あの、フレンチトーストが作れる。なんか、行くときで違う。違う。そう。天ぷらとレタスがデフォであって、プラス、これがこの時期は作れるようです。天ぷらとレタス。天ぷらとレタスがデフォなの面白い。え、フレンチトーストの時行きたいな。行きたい。行きたいですよね。一緒に行こう。行きたい。シャリ職人。安田さん、本日はシャリ職人となっております。やだ、シャリ職人。よいしょ。あ、かわいい。顔つけたいな。あー、いいですね。お趣旨にしたい。あ、双子できました。あー、いや、かわいい。かわいい。かわいい。どうでしょうか。寿司。このフォルムがかわいい。かわいい。すごい、皆さん、シャリがすごいんですよ。
見せてあげたいですけど。細かい。多分映らない。後で運営の方でちょっと投稿します。あ、京さんがまたご趣旨をくれた。あ、ありがとうございます。フルーツパフェとかもできちゃうし。ああ、そうですね。器用な人なら何でも作れる。いやー、どうですかね。不器用は本当に何も作れないから。悲しい。なんか色、あ、ピンク作ろうかな。ピンクにします。あ、ピンク気になる。ピンクにします。かわいい色作る。黄色と青で黄緑になるんだ。ね、今ないですけどね。あ、青はなかった。すごい楽しい。食品サンプル、天ぷらめっちゃ面白そうなんですけど。天ぷらあれですよね、なんかこう、スンって入れる。そう、スン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 ってなって、はい、天ぷら。はい。私も本当に行きたい、食品サンプルやりたい。9月末まで。プルコギのピザですよ。ハートフルコギ。すごいな。うまっそう。皆さん、ぜひ、かっぱ橋の食品サンプルのお店、ぜひ見てみてください。また用事を2本いただいてもいいでしょうか。用事、どこにあった？用事は、あの、セブリジャドのやつからシュッて取ってくる。ああ、またを取りました。ありがとうございます。なんか、でも、あれ、いっぱいありましたよ。なんだか用事が大活躍してる。用事が。ピンクの用事？ピンクの用事ですね。ピンクも岩下の新生姜しか出てこない。あ、いい感じのピンクになりました。ピンク。なんだろう、ピンク。ピンクと白を使います。今日。リクエスト、バナナ来てますね。ああ、バナナ忘れてた。自分の作りたい方向に走りました。ちょっと一度机拭いていいですか？あ、はい。すいません。白になんか混ざっちゃいそう。真剣。ガチ。ガチで。いや、何作ろう、楽しい。あの時助けた岩下の新生姜なのかい？助けたかな、助けたかな。お待たせしました。ありがとうございます。はい。はい。爪楊枝が。使います。なんだろう。あの時助けた岩下の新生姜なのかい？やっぱそこ拾っちゃいますよね。なんだけど、なんだろう、気になった。うわ、いくらなんか作ったら楽しそう。いくらは黒があれば作れたんですけどね。黒？海苔、海苔も。ああ、海苔。何だった？つぶつぶだけ？黒あったっけみたいな。いい感じの細さに。今何を？あ、これもクイズ今。クイズですね、これ。あ、やばい、全然わからんね。あ、私、あ、わかった。え、なんで？絶対嘘でしょ。嘘じゃない。すごいね。これでわかったら、ちょっとすごくないですか。いきますよ。ダメだよ、言っちゃう。いや。あ、じゃあ、正解か正解じゃないか言わずに、聞くだけ聞いて。はい、金太郎飴。あー、違います。あまあ、でも、似てるようなものを作ります。惜しい。惜しいです。惜しい。あ、私分かった。なんで金太郎飴じゃなかったの？違うか。私分かった気がする。ありました。画面に出したいの答え。ほとんどばかりに使って。これは外れですか？あ、でっかい。イエーイ。お、皆さんスタッフに負けないでください。マウント取っちゃうからね。スタッフが分かっちゃったでしょ。いや、分かったかな。惜しいが結構ヒントでしたね。うん、よし、じゃあこれでどうなるのか。答えが分かってもルンルンしちゃうな。あ、切っちゃった。あ、やだやだ。
軽いから。うわ、すごい。そんなことできるんだ。七五三のやつではないかもしれない。七五三のやつ、金太郎飴なんじゃないですか？違うよね、飲むって。え？何飴っていうの？千歳飴。あ、千歳飴。私、金太郎飴って何ですか、逆に。なんかポンポンポンって切ってるやん、ずっと同じ顔のやつ。うん、あ、金太郎飴。金太郎が、の顔が印刷できてるの。一本の。え？ギューっていう長いやつ。あ、ま、全然わかんなくなってきた。千歳飴大好き。でも、千歳飴ですね、これ、色が。あ、確かに。色は千歳飴です。わかった。あ、わかった、わかった。青なし、赤はフレッシュ。え、待って、同じこと言おうとしてたんですけど。え、歯磨き粉っていう。ひどい。りんちゃんは今日もダメ。あ、りんちゃん、今日もダメ。あ、うまく作れない。ショック。ダメ。うまく作れない。難しいですね。ポロポロしちゃう。可愛くない、そして。君のここまでしか作れない。うわぁ、難しいなぁ。答えを知っている身からすると難しい。うん、ちょっとこの、ここで、妥協で。あ、うん、もう一回間違えるとこでした、私。何ナルト。いやぁ、ひどいなぁ。正解はペロペロキャンディ。でかくないですか？ごめんなさい、うまく作れなかった。そして、いや、でも絶対に難しい。ナルトだわ、これ、ナルト。ナルト正解だって言ったじゃん。ある意味、ナルト正解か。これは、ちょっと、ごめんなさい。ごめんなさい。納得が言ってないよ。納得が言ってないよ。ペロペロキャンディーでした、正解は。うまく作れない。これ、なんか一生遊べるな。うん、なんか見てる方も楽しいんです、これ。タクアフレッシュ。まあ、そうですね。近い。まあ、そうですね。近い。近いですね。大体終わったかな、作りたいのは。はい。私が食べたい一覧でした。わーい。え、ペロペロキャンディーとか好きなんですか？好きじゃない。あれなんか作りやすそうなのをちょっとピックアップしてた。最後に簡単なやつ作ります。最後に。ほんと簡単なやつ。楽しみ、楽しみ。はい。もう時間だ。早いですね。え、早い。本当にあっという間に1時間。粘土してるだけ。いや、でもこれ大事ですか？そうですね。こういう風に、食品サンプル作ったり、陶芸したりできますよ。本当に、一応新ターンですので、はい。楽しみにしてます、陶芸やらは。本当に。他にもおすすめ、大体全部おすすめって言っちゃうぐらいにはおすすめ。なんか、私はこのカヤパンの食卓がすごい楽しい。ああね、本当に。本当に今お腹が空いてるのもあるんですけど、本当にお腹が空いた。そこに着地しましたね。いや、でもすごくないですか？女優さんの手作り料理が食べれるんですよ。やっぱり陶芸かなって。ああ、おばあさん、ぜひ陶芸。ねえ、陶芸。職人、もう間近で岩沢さんの職人魂が見えますから。妥協なき職人さん魂です。そうですね。大皿とか作ってくれるかもしれない。あ、すごい。あ、もうぽいです。それになりました。それですもん。大皿ですか？あ、すごい！陶芸が行われている。はい、これかな。もうあれにしか見えないです。私は知ってるから。あれにしか見えない。もうこれはつけなくてもわかるかな。うん。ピンク、黄色、白ぐらい赤。あれ？ずれた。ピンク、黄色、白。いや、何入れてもいいんじゃないかなって思うんですけど。え？私が思ってるんですよ。逆に死んなきゃいけない。勢いを持ってあげたのに。あ、ジャンプさん、お茶ありがとうございます。こんばんは。タルト。あ、違いますね。タルトじゃない。違うんだ。タルトだと思った。愛知のお茶屋さん、私もタルトだと思いました。違うんかい。ジャンプ。ん私が知らない食べ物の可能性いや、あると、食べたことあると思うんですけど、ちょっと欲張りパターンみたいな。欲張りパターン欲張りタルトじゃない。何ですっけ？シカゴピザ？あー、違いますね。こんな、こんな。
なんだろうこれ。私もなんかよくわかんなくなってきました。なんだろう。でも言われたら、あーみたいな。紅生姜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 のこと紅しょっていう人いませんか？そうそう、ツーみたいな。なんだろうこれ。お前紅生姜って呼ぶの？俺紅しょ。じゃない。あ、でもこんな。え？あのワッフルコーンに入ったアイス。あーアイスか。でっかいでっかい入れ物。全然タルトにしか見えない。一回タルトって思うとずっとタルトにしか見えない。かわいい。かわいい。普通に可愛い。なんだろうって感じです。なんかそうやって並べてあるとなんか可愛い。こいつだけいらないの。ああ。職人の手によって攻撃が行われた。可愛い。すごい。はい、こんな感じかなかなですね。これちゃんと撮っておきたいな。うん、なんか送ると壊れちゃいそうなんで、なんかリアイベーあーで来てくださった方に。ああ。プレゼントとかでももしかしたらいいかもしれない。そうですね、ほんとに。送りたい気持ちあるんですけど、壊れるのが怖いっていう。確かに。気持ち。あっぱれ、あっぱれ。ありがとうございます。ナルト。ナルトじゃないんです。プロプロキャンディーです。いや、でも、ナルトでいいですもん。ナルトでいいです。ああ、職人が。職人が。己の作品が認められない。職人魂が。はい。気は見えていい。まさかこんな楽しいです。すごい、すごい楽しんでもらえてよかった。うん、本当にこのファンディングのこれやりたいんだなっていうのはすごい伝わってきますよね。本当に陶芸だし、なんかものづくりがやりたいんだなっていうのがひしひしと伝わってくる。すごい楽しいです。ぜひ皆さん、はい、これを間近で見られる陶芸体験か、食品サンプルぜひぜひ。ぜひ。はい。まあ、と食品サンプルは、なんか天ぷらとキャベツ、うん、レタス。レタスはデフォであるらしくて、なんか行く時期によって作れるものが変わるみたいなので。多分フレンチトーストの時期に行けるんじゃないかな。10月ってことですか？ 10 月から11月末までフレンチトーストなので、多分行けるか、そこに入れそうな気もする。行けますよ。今ならフレンチトースト作れます。フレンチトースト行きたい。フレンチトースト見たい。どういう感じなの？あ、うん、ごめんね。あとでいいや。素敵なリハーサル配信。あ、リハーサル配信。素敵な言葉使う教材いつも。悔しい。悔しいが思いつきたいです。なんかそういうちゃんとした素敵な言葉。リハーサル配信って入れればよかったな。今日さんのでいつも思い知らされてる。あ、それ。言いたかった。もう何ができるかな。うわ、フレンチトーストすごい。あ、で、こっちのフレンチトースト、え、こっちの方が良くないですか。すごい。出したい。出したい。こっちの黄色買おうか。フレンチトースト。これ作りたい。思ったより、え、マジで作りに行きたいな。10月になったら。そんなになんですか。すごいですよ。ちょっとみたい。したい。ですか。いや、作りたいです。これ、作りたい。作りたい。出せない。出せないかな。え、これ、思った 150% ぐらいフレンチトーストです。いや、だいぶフレンチトースト。はい、なんか、チャッチーのじゃなくて、本当にガチ。いや、ガチのやつでした。え、やりたい。やりたい。やりたい。いくら？え、3500円お釣り様だから、2人分で7000円ちょっとご負担はいただくんですけど、結構なんか他のリアレイベントよりは。コンビスちょっと貼ってください、コメント欄に。コメント欄に貼ってます。みんな見て見て。いいな、いいな。やりたい。すごい、もう、かやさんのテンションがどう、だだ上がりしてしまった今。いいっすね、やりたい。楽しそう。え、なんだ？マイナス16って言ってる。あ、文字数だー。短縮 URL 作りますね。すごい。さあ、現在も何か作っている。はい。あ、お寿司なんですけど。お寿司の何か。そうですね。気になる。いや、寿司。あ、たけちゃん。たけちゃんさんも元パティシエなんです。たけちゃんがなのかな、それとも岩さんが。多分、その方だと思います。あ、元パティシエ。すごいな。尊敬する、本当に。芸術作品の食べ物。どんな感じかな。あ、
ありがとう。URL を貼ってくれました、でんでんが。でんでん貼りました。ぜひ見てください、フレンチトーストか。いや、すごい。絶対楽しい。一枠だから、一枠してるのかな、みんな。みんな、早い者勝ちってことが知ってる。一枠ですよね、食品サンプル。食品サンプルは、1だったような。1。でもなんかもしご要望があればはいはいそうそうそう、はい、この間なんか違う会に行った時になんか枠数で結構遠慮するって言われたんですよ、そうなんだ、そうなんですよ、皆さん遠慮はしないで早い者勝ちです、はい、早い者勝ちだし要望があれば全然遠慮で追加要相談してくれれば追加も全然できてしまうので、遠慮なさらずにぜひぜひやりたいと思ったら普通にかぶりつける、かぶりつけるですか、クオリティの話、そう、あ、今日さん見てくれたんだ。ぜひ見て見て。これ作りたーい。作りたい、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 作りたい。パンに色塗りたい。塗りたい。ね、あれやりたいですね。やりたいですよね。絶対楽しい。パンに色つけたい。パンに色つけたい。この3人、パンに色つけたい。パンに色つけたい3人組になってる。ここから聞く人意味わからない。うん、絶対楽しいですよね。多分みんな違うのができると思いますし。そうですね。うん。同じと言いつつ。必ず同じにはならない、うん。フレンチトーストはフレンチトーストだけれど、それぞれね、個性が出ると思いますよ。うん。今日さ、メイプルシロップにまみれたい。とんだ甘党や。とんだ甘党。いや、めちゃくちゃあれいいな。どうしよう。やりたい。どうしよう。やりたい。いや、これはやりたいわ。ぜひぜひ皆さん、早物勝ち1名様、まあ、要望があれば追加もしますので、はい、ちょっとでもやりたいなと思った方は、ぜひぜひ、この機会にといってはなんですが。しかも体験時間が75分長くてもってなってるから、結構ちゃんとその後カフェする時間もありますね。素敵だ。素敵だ。そんなせかせかせずゆっくりできそう。うん、いいと思う。職人魂間近で見たいなぁ。うわ、こんな生クリーム仕事めっちゃ楽しい。スタッフやりたがりの。欲しがりだ。いやぁ、いいな、いいな。これ、いいなぁ。めちゃくちゃいいな。あ、これ、ローなんだ。あ、ロウなんですね。すごーい。いや、やりたい。やりたい。楽しそう。やりたいな、本当に。いや、すごい伝わります、それは。うん。だってすごい職人魂が。あ、すごい。え？ちょっと目を離した隙に。いや、これがわかります。すごいよ、ちょっと目を離した隙に。エビ作ってます。かわいい。よくエビを作ろうっていう発想になれる。うん、すごいな。すごい。爪楊枝使いこなしてる。マジでお腹空いた。なんでお昼食べなかったんですか。お昼全然お腹が減らなかった今日。じゃあ食べなくていいやと思ったらこの時間になるとやっぱりお腹はちょっと気持ち悪くなった。お腹空きすぎて。お寿司は普通に好きなんですか？あ、大好きです。お寿司嫌いなの？いや、そんなことない。私でもわさびが食べれないんで、わさび入っちゃうともう食べれない。なるほど。わあ、すごーい。あ、ちょっと待って、ちょっと。あ、ちょっと待って、ちょっと。寿司。はい。わあ、すごーい。かわいい。できた。エビができました。おー。あ、コテッとなっちゃう。器用。あ、かわいい。かわいい。はい、以上です。今日の。ラインナップ。ラインナップ豪華すぎるラインナップだ。はい。作っていただいたのがマカロンと、うん、アメリカンドッグと、お寿司3貫。お寿司3貫お寿司3貫。
と、何でしたっけ、ワッフル、カップ入りアイス。アイス。と、ナルトですね。はい、後でこれもツイッターあげます。ちょっと上の写真撮りたい。はい。かわいい。ありがとうございます。ありがとうございます。皆さん、こんな感じで、岩沢さんと食品サンプルだったり、はい、陶芸ができるリターンございますので、今日のこれを見て、ちょっとでも楽しそうだなって、やりたいなって思ったら、ぜひぜひ、ご支援の方、よろしくお願いします。はい、17日まででございますので、残り10日、じっくり悩む時間はありますね。きょうさん、拍手ありがとうございます。素晴らしい。ありがとうございます。かわいい。本当にかわいい。かわいい。私はアメリカンドッグが一番。ああ嬉しい、そう言ってくださって。私、マカロンが好きです。マカロンもマジで。どんこ。あ、愛知のみちゃんさん、お趣旨、ありがとうございます。ますじゃあ、粘土で遊べたら残り5分になっちゃう。皆さん、ファンディング、ちょっと最後にページもう一回貼っておきますね。はい、さあ、岩沢さんのファンディングページ、こちらですので、はい、ぜひぜひ、改めてチェックしていただけたら、嬉しいです。はい、また多分なんか増えそうな気がします。多分、なんか。まあ、ポーチすごい考えてきてくださって嬉しい。うん、ちょっとこの後、なんかしますので、お楽しみにしててください。はい、と、T シャツのデザインと、キーホルダーのデザインも。もう一回見せようかな、じゃあ。全部。間に合う。ページもしっかり更新しますので、お待ちください。これがキーホルダーです。ズームキーホルダー、すごいデザインですけど、本当にごめんなさい。ズームキーホルダーです。気になる方、はい、後でちゃんと、ちょっと写真入れ替えるので、お楽しみに。アンド、T シャツが、多分2色ですよね。はい、そうですね。アンド、後ろに、なんか、あれが、写真が載るかも。これが、こうか、こっちか。グレーがすごいちょっと見づらい。白だとデザイン見やすいです、ね。はい。後で写真あげるんで、細かいやつ。はい。あと、ポーチが。ポーチがちょっとすいません。イラストのみとなんですけど。この、はい、デザインのポーチになる予定です。予定です。はい。ぜひ。はい、あ、青葉さんは T シャツか陶芸考えたけど。いやー、陶芸も T シャツも入れよう。ありがとうございます。T シャツも陶芸も入れよう。ぜひぜひ。ぜひぜひご支援の方よろしくお願いします。じゃあ残り最後3分ぐらいになるんですけど、はい、うん、締めの挨拶を軽くしていただければ。はい、わかりました。はい。T シャツのあの、原画を。まだ寝てる。なんか。あ、そうです。T シャツの、はい、岩沢さんが描いてくださった T シャツの原画をですね。何かしらで皆さんにプレゼント企画を考えようかなって思ってるので、このイラストなんかも適当にこれぐらい描いたんで、ちょっと、あ、そう、それでもよければ、ま、持ってきます、今度。なんか T シャツのデザインとかは T シャツ支援してくださった方に、うん、まあ本当に限定1名になってしまうんですけど、そうなんですよね。プレゼントお付けできたらなと考えておりますので、はい、T シャツぜひぜひお願いします。ぜひ、はい、お願いします。まだ出ている。ちょっと今思いついちゃって。あ、思いついちゃった。ちょっとあと2分で作れる。お、すごいぞ、職人魂が。2分で作れる。国策職人だ。間に合わなかったら、いったかな。うわぁ、なんか緊張してきた。急げ急げ。タイムアタックみたいになってるけど。人タイムアタック。RPA。形が。は、わかった、じゃん。え、はい。米津玄師。ああ、そうです、そうです。ヒントです。答えじゃないです。うん、あ、確かに。すごいよ、この2分で米津玄師作り上げる。ヒントは米津玄師。皆さん、お酒とかに入れる人もいるんじゃないですか、ね。ああ、おりますね。私はそのお酒が好き。ああ、お酒側が。ホニャララサワー的な。ホニャララサワーですね。そうですよね。ひよこかな、あ、ひよこ。ひよこかわいい。お酒にひよこ。2分でひよこはきちい。あれ、私のあの、残り。これ、あ、串がいいか。でも、こっちがいいか。職人魂。一切の妥協を許さない。あ、もうできます。ちょっと本当に嫌だけど。本当に嫌だけど。できました。あと2、30秒。レモンです。イエーイ、間に合ったー。エッチのおじさん、おめでとうございます。あ、エッチのおじさん、また当たりですね。レモンです。ありがとうございます。レモン作りました。ちょっと、本当に、あれなんですけど。
こだわりが強いですが。残り10秒ですので。はい。ありがとうございました。食べれそう。皆さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ファンディングお願いします。